At the Christmas Toy Fair 2011, Sega Toys presented Homestar R2-D2, the first character version in its Homestar series of home planetariums. R2-D2 was a popular character in the Star Wars movies. 家庭用ホームプラネタリウムホームスターシリーズでは初めてになる、まあ、キャラクター製の、キャラクター版の、まあ、ホームスターになっています。家庭用プラネタリウムというのが他のメーカーさんでも多く出ている部分があるんですけども、このホームスターシリーズというのが業務用と同じ光学式の投影方法を使っている、プラネタリウムになっておりまして、約1万個の、まあ、星を投影できる、プラネタリウムになっています。この形状はもちろんそのスターウォーズの中でもアイコン的なキャラクターでもある R2-D2 っていうところでもあるんですけども、実際にこちらから投影される星空の方がですね、本当は存在はしないんですけれども、デススターの方を見つけることができます。一つはお客様から実際にそういったニーズがあったっていうところと、あと実際にホームスターシリーズ星ということでスターウォーズの星と非常に親和性が高いっていうところで、非常に夢のある商品を作りたいというところからこの商品の企画が、あったと聞いています。まだホームスターというこのシリーズのプラネタリウムにまだ楽しんだことがない方もですね、これをきっかけにぜひともですね、ご家庭で星空を見るということをですね、楽しんでいただければなと思います。 Homestar R2-D2 is priced at 6,825 yen. It'll be released on September the 15th. Dig Info News.